今日はね、夜がレッスンなので初見です。こんにちは。お昼休み？へえ。寝るのもでした。あ、いや、お疲れ様です。夜勤、今日は白です。梅雨明け？そうですね、もう暑いから今日私さっき家出てたんですけど、タイマー入れてクーラーガンガンです。家に着くまでに部屋が冷えてるようにクーラーを設定してガンガンです。ラジオお疲れ様でした。ありがとうございます。ランチ中。こんにちは。暑いですよ。ナイスタイミングです。昼休みですか？でも全然仕事でしたら全然夜もできるっちゃできるので遅いですが夜来ていただければ。レッスンのまでの間暇なので、私はメイクしたから昼寝をするか迷ったんですけどね。こんにちは。こんにちは。初見です。こんにちは。そして私はラジオの帰りにスタバに行きました。沖さんと新作、そう、昼寝する時間あるんですよ。まあ配信するかと思ってゲリラ配信です。梅雨が明けたよってね、早いね、梅雨明けるの。そう、ダブル抹茶ティーラテみたいな、ダブル抹茶ラテスタバです。健康的？これあれで、あれですよ、ほうれん草とかじゃないですよ、抹茶ですよ。映画いいね。これを野菜ジュースと見たら健康的だけど、これは抹茶です。抹茶ティーラテなので。こんにちは。新作、そう、確かに、そう、新作飲む系女子なんですよ、スタバの。すごいポタ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 落ちる。メロン飲んだ飲んだ。メロンはもちろん飲んでます。ドラゴンボール見てた？あ、ツイート見た見た、おはようツイートのリプ。好きですか、ドラゴンボール？こんにちは。珍しい時間に配信してるねってね。そうなんで、空き時間です。今日は朝からショールームのイベントの面談をして、その後ラジオがあって、朝8時ぐらいからずっとお仕事をして帰ってきました。レッスンは夕方から夜です。まあ詳しくは秘密です。こんにちは。ドラゴンボールで好きなキャラクターは孫悟飯です。の子供時代じゃない時です。年代でもまだ作りたい服の話をしたぐらいで、あんま詳しくはまだ喋れないけど、そんなにまあ分かんないですね。まだ面談をしただけです。夏バテしないようにね、もうクーラーかけてるので涼しいでございます。こんにちは。こんにちは。そう、孫悟飯が好きですね。ドラゴンボールだと。やっほー。
何してるの？こんにちは。お昼ご飯はパンを食べました。パン食べてないです。え、みたいな。パンを食べました。パンを食べてないです。パンを買いました。お仕事の合間。こんばんは。あ、こんばんはじゃない、こんにちは。私の合間です。パンは食べてないんですけど、パンを買いました。あ、ラジオ聞きました。ありがとうございます。5周年の宣伝でした。どうです5周年。そう、パン屋さんがあったので、本当はご飯食べたかったんですけど、そう、スタバ美味しいから好きなんですよ。若い女の子に人気。本当はね、ご飯食べたかったけど、そんな時間がなかったのでパン買いました。でも昨日私は焼き豚卵飯食べたくって、あの焼き豚卵飯食べれる花山椒さんの前まで行ったんですよ。昨日だったかな、一昨日かな、あれ一昨日のお話し会の後に。そう、これから食べる。でお腹空いてない。スタバでもいいかも。そうで、焼き豚卵飯を食べようとして前まで行ったんですけど、人が多すぎて入れなかった。全部席が埋まってたんですよ。3時ぐらいだったのに、だから入れなかったんです。そのリベンジをしなければ。今日は11時ぐらいに30分休憩があったので、そこでパンを買って、コロッケも買ったんでコロッケ食べました。でもメロンパンもまだ食べてないです。そう、ご飯食べたいんですけどね、焼き豚卵飯食べたかったけど、あの男性の方が 5,6 人いてカウンター埋まってたんですよ。お持ち帰りする気だったから全然いいやと思ったけど、人多そうだし作ってたから何かやめました。またいつか。コロッケです。パン屋さんに売ってるコロッケを1個食べました。普通にコロッケ、コロッケパンじゃないです、コロッケです。あとパン好きのカフェオレを飲みました。それとスタバを飲んでます。水分でできてますね私の体は。今日はパン買ったもののね、お腹空いてないんです。夏はこんな感じになるんですよ。とりあえずなんか食べなきゃと思って買うけど、食べる気になれない、水分だけみたいな。お疲れ様です、こんにちは。夏痩せしちゃう。お昼寝しないのって。え、でも配信終わったら1時間ぐらい寝れるかな。何時までするか決めてないけど、まあ3、40分とかやって、そんなでも急に寝れないですよね。そんな、何しようかな、洗濯しようかな。仕事戻ります、いってらっしゃい。早起きしたので1日が長いです。こんにちは。カフェイン飲むと空腹が収まります。そうなんだ。お昼寝配信はしません、こっそり寝ます。そうね、模様替えをずっとやりたいって言ってるけど、早くやれって感じだよね。模様替えしようかな、ベッドの位置を思いっきり変えちゃおうかな。そう、配信してます。夜配信が10時半になるかも。間に合ったら10時、間に合ったら10時半。寝顔配信はしませんし、寝たらもう晩です。寝たら切れます。雨の予報が全くない。マジ疲れないです、ないです。疲れ？あ、ないですよ全然。
2本目の映画に行ってきます。行ってらっしゃい。何見るんですか？こんにちは。模様替え配信はしません。プライベートでします。最近のマイブーム？でも服を買うこと、服を買うことと、でも最近はあの髪型、昨日の夜は編み込みをマスターしました。ヘアアレンジ、まあ、女の子っぽいことをやってます。マイブームです。服を買ったり買い物ですね。最近はネットフリックス見てないんですよ。もったいないな、見なきゃ。こんにちは。イベント前ぐらいからネットフリックス見てないや。ドラマも見てないです。そう、女子力を磨いてます。そうです、バリーさん会ってみたいんですよね。私もバリーさん好きなんですけど、でも私は友達じゃないんですよ。ツイッターも私だけ相互じゃないんです、バリーさんと。バリーさん、こんにちは。マダム力も磨いてますって。そうだね、暇だから男装しようかな。今日結構昨日よりも男っぽいメイクだからキリッとしてる。なんか男装似合うかもしれない。バリーさん倉庫じゃないんですよ。どうして？みきゃんさんも仲良しじゃないんです。ゆるキャラに友達いません。みきゃんはプライベートで2回ぐらい会いましたけど、認知とかないですよ。プライベートだったっていうのは、あのみきゃんがスーパーとかにいるんですよ、たまに。ゆるキャラに友達いませんって。ゆるキャラの友達いないんですよ。ゆる配信します、しますけど、そんな長くはやらない。今日は昼やってるしね。こんにちは。何回会えば認知してくれるんだろうって。でも見えてるのかな、みきゃん、私のこと。ゆるキャラ、今治の友達にバリーさんと友達になりたいって言っておきますね。どこに言ったらいいんだろう。みきゃんのスーパーで買い物、そうそう、夢がありますね。まあ違うんですけどね、スーパーでたまにイベントやってるんですよ、みきゃんが。それで会ったりします、たまに。睡眠配信、マリーさん会ったことないです。重松飯店と白楽店両方行った方がいいですか？白楽店チャーハンがめっちゃ美味しいです。焼き豚卵飯じゃないけど、チャーハンがめっちゃ美味しいです、白楽店。仕事戻る、行ってらっしゃい、頑張ってください。そう、イベントで会いましたね。全然仕事戻ってくださいよ、全然。私のこんなゲリラ配信なので今日は。こんにちは。チャーハンがマジで美味しい。焼き豚卵飯も美味しい。どのようにお洗濯しますか？普通にお洗濯します。でもこれはファンの方からいただいたやつです。可愛いよね、後ろリボンになってるんです。
15分だけではないですね。30分ぐらいはやろうかな。イベントじゃないしね。15分座っても、910かわいいよね。ツイートでバリーさんのことを書くといいねもらえるね。バリーさんのツイートしなきゃだよね。うん、バリーさん、駅にバリーさんがいるから。今度撮ろうかな。なんかこの前に実家帰った時に駅のバリーさんとツーショット撮ろうと思ったら、駅若い子が多すぎて自撮りできないんですよね。駅って高校生とか中学生がいっぱいいるから自撮りしづらいんです。バリーさんと駅にあるんですよ。松山駅にも今治駅にも。コインランドリー使わないです。コインランドリー苦手。今欲しい夏服いっぱいあります。いっぱいありますよ。今治駅にもいるし、松山駅にも、同じバリーさんかな、同じバリーさんがいます。結構大きめの。けどアルト自撮りするのはめっちゃ見られる。人通り多すぎるし、学生多いし、駅員さんにも見られるし、ってことで私はできなかったですね。QR コードを貼っつけたデザイン、へえ、すごっ。駅員さんと何してんだろうって思われるかもしれないし。こんばんは。よいしょ。いいね、今日はいい感じにスタバが映ってる。こぼしたらやばい。これは白いカーペットに。こんにちは。バリーさんに届け。ヒューレさん、こんばんは、こんにちは。昼間は漏れてます。本当？私夜の方が好きですよ。今日結構寝起き感強いです。急いで15分ぐらいでメイクしたんで、朝ギリギリに起きてギリギリまで寝るタイプです。電気つけてるよ。秋物っていつ頃購入されるんですか？7月とか、いや早いな、8月とかですかね。バラありがとうございます。そう、ギリギリまで寝ました。そんでダッシュでメイクしました。保湿どんな対策？何してるんだろう。保湿、部屋の保湿、顔とか肌の保湿ですか？でも顔とか肌の保湿なんだろう。でももともと乾燥肌じゃないからそんなに。メイク時間は早くて15分、いっぱいかけて25分、普通で20分。トッシーさん、こんにちは。夏スカート派。でもワンピース多いかも今年は。こんにちは。蚊に食われてないです。
こんな時間に見に来てくれてありがとうございます。そう、20分ぐらいかね、メイクは。おいさんとのバリーさんバトルね。バリーさん、でもバリーさんも私好きなんですよ。最近出たなんか新作のリュックも持ってますし、バリーさんの。私が愛媛県民だから頻繁にバリーさんに会えるっていうグッズとか。こんにちは。今日はお休みじゃないです。今日は全然お休みじゃないです。結構ハードなスケジュールです。8時からさっきまでお仕事でした。そんで夕方から夜がレッスンです。間の空き時間です今。20分、メイク時間20分は結構早い方だと思う。でもそんなもんかな、みんな早いんじゃないかな。夜もやりますけど、そんないつもみたいに長くはやりません。そう、一時帰宅です。レッスンまでの空き間時間、家からじゃないですよ。電話出演集合して、5周年楽しみにしてますってね。楽しみです。あと10日十何日2週間ぐらい。レッスン着は何着ぐらい持ってますか。もう数えきれないぐらいあります。わかんない。レッスンの先生は厳しいですか。厳しくないです。5周年の日は仕事でピアン。あら、それはピアン、仕事とかぶったのね。7月10日、前日のフライトの時間早めた。服の趣味変わってません。これはファンの方からいただいたんですよ。だからかも。レッスン中水1本しか飲んでない。おーって、そうです。この服はね、白、多分あんま着ないよね白って。こんにちは。センス、そうですね。で、私があの配信とかで言ったブランドの服だから、私の好きな感じ、私が好きって言ったブランドから送ってきてくれたんですよ。こんにちは。そう、白あんま着んよね。広島暑いです。もうクーラーつけてます。暑い、でも倒れるほど暑くないですね。ちょっと汗かくぐらい。レッスンとか集合時間余裕持って行きます。行きます、もちろん。こんにちは。広島晴れです。しかも暑いですよ。ちょっと汗かくぐらい。そんなガンガンに太陽ガンガンみたいなことはないですけど。ゆきりかはもっと知りたいですって。お話会話をって言おうと思ったけど終わってた。1時までだった。坂の上の雲さん、こんにちは。1時半、何時から始めたっけ。1時10分ぐらいから始めたっけ。梅雨明け早いよね。あんま梅雨感じてないんで。広島8分からか。
東京は暑そう。梅雨感じてないです今年。いいね、ありがとうございます。ショールーム毎日見たら大体わかる？わかった？詳しくなった？私のこと。私はあなたのことはあんまり知らないから、お話し会とか来てくださいよ。34分、8分から始めたのか。40分ぐらいでしょ。40何分とか。カラスの音聞こえた？鳴いてるカラスが。秘密ですね。なんですって。機械系、あ、得意ですよ機械系意外と。福山雅治です、こんにちは。こんにちは。最近福山さんの音楽聴いてるんですよ、マジで。蛍っていう曲だっけとか。最近福山さんの音楽を聴きながら、なんか懐かしい気持ちになってます。懐かしい気持ちになるんですよね。あとなんか悲しい懐かしい気持ちになるんです。ちょっと悲しい。こんにちは。桜坂わかりますよ、福山さんの。福山雅治さんじゃないですか。わかんないな。模型、模型は作らないですね。生まれる前、結構詳しいですよ福山さんの曲。お母さんが好きなんですよ、だからいっぱい聴いてたので。曲名と音楽が一致してないけど聴いたらわかります。車とかで流れてた。ディーン・フジオカが好きで、わかんないな。ディーン・フジオカさん、福山さんはわかります。結構悲しみが。ホタルっていう曲いいですよ、最近聴いてる。いいんですよね。こんにちは。福山さんの奥さんのお父さんはどんな人でしょう。奥さんのお父さん知らない。奥さん知らない。そんな詳しくない。わかんない、曲しか。誰と結婚しましたっけ。こんにちは。ドラマね、そうね、真夏の方程式とか。オールナイトニッポン、聞いてましたよ。あ、分かんないな。お父さん福山雅治さん似てないです全然。全然似てないです。テレビ見ますよ。あんちゃん、何そのドラマ。お父さん誰にですかって。のっちさんとかです。よく言ってたの、お父さん。耳天さん、こんにちは。
タウン情報も全部見たよ。海の見えるスポットいいねでしょ。夏におすすめ。暑いけどね。先月行ったんですよ。今月かな、海の見えるスポット。ちょっと日焼けしましたもん。あんちゃん、あのあんさんだったら分かりますよ。あの名前が。セルフワーク中寝てたら配信始まってた。おはようございます。仕事中に寝てるですって。一つ屋根の下、知らないです。ああ充電器頑張ってる。こんにちは。ちょっと待ってよみたいなドラマのセリフ。あんちゃん、へえ、知らないな。ローソンの焼き豚卵飯は食べてないです。私はもう愛媛の焼き豚卵飯派。本家です。本家推しなんで。本家派です。コンビニのは食べてないです。稼働店、あーね、いいよね。今行きたいところに入れてます、行きたいリスト。この前行こうとしたら休日だったんです。こんにちは、頑張ってください、ありがとうございます。本家の焼き豚卵飯美味しいし、広島のも美味しい。こんにちは。あ、そう、それ定休日でした。この前行こうとしたら映えだよね。タウン情報を見てたら、そういうなんか新しいカフェとか見つけれるから、地味に毎月ちゃんと見てるんです。で、行きたいところを探してるんですよ。ここかわいいとか、ここできたんだみたいな。だから愛媛に来られる方とか、愛媛好きな方とか見てて楽しい。ああいう地元のタウン情報みたいな見るの好きです。愛媛に限らず旅行本とか好き。観光本みたいな、京都とか書いて売られてるやつとか。京都、東京、送料無料です。広島のタウン情報は見てないけど、そういうの見るの好きです。愛媛のタウン情報だから毎月ちゃんと読んでます。焼き豚卵飯の店東京にある？観光地見るの好き。そうね、松山、タウン情報松山のツイートをするといいねしてくれる。そうそうそう、そうです、そうです。ぜひ行ったよとかツイートしたらいいねしてくれます。タウン情報、駅のフリーペーパーは確かに好き好き。そう、ルルブとか、そうそうそう。レッスンメンバー全員そうですね。案件がない人、ルルブとかああいうやつも見るの好きです。全都道府県集めたいぐらいです。あ、全都道府県家にあったらいいんだろうな。あ、でも携帯があるからな。今全都道府県のルルブを持ってたら最強です。めっちゃいいじゃん。あの本好きなんですよ。愛媛しか持ってないけど、ちょっとどっか行きたいときに。届けましたかって
まだ届いてないです。何カーナビ、へえ。実家全都道府県家にあったら確かに意外と安いしね、ああいうの全部買い揃えても47都道府県買い揃えても、いや47は多いか。47は多いな。自分都道府県ぐらい家にある。へえ。ネットで見たらダメなんです。手元に紙でも欲しいんです。私はネットの漫画とか好きじゃないです。漫画は漫画で買いたいんです。しかもネットでさ買うといちいちそのサイトを開かんといけんし、ルルブ買ったらログインとかして大変だし、携帯で見るのは違うんですよ。そういったら調べます。はじめまして、こんにちは。紙であるからこそいいんです。こんにちは。しかも同じ値段でネットで買うとなんか手元にない分ちょっと高く感じる。ネット紙派です。本が好きなんですってか、匂いも好きだけど。携帯で見るの大変だしね、調べてサイト入ってログインしてとか。45分ですね。40、まあ50分ぐらいになったらじゃあ終わりますかね。電子の方が安いパターンある？マジ？わかんないけど、私が見てる漫画同じなんですよ、値段が。紙で買うのとネットで買うの。立ち読みダメです。本が欲しいんです、私は。だからダメです。本が家にないとダメなんです。1時間ぐらいあるから部屋の模様替えするかゴロゴロするか迷うな。うーん、この隅っこだからいいっていうのもあるしね、ここ配信場所真ん中に持ってきたらバッテリーね。確かにこの角っこ、部屋の角っこなんですよ。部屋の角っこだからいいよねっていうのもあるし、模様替えしたらベッドを奥にやってソファーをガッて部屋の真ん中に持っていくつもりなんですけど、隅っこの方がいいのかな、配信場所は。迷うな。ゴロゴロ言ったか。そうだよね、確かに一日休みの日にやったらいいよね、模様替えは。仕事中することなくて寝ちゃうって仕事をしてください。それはなんですって。仕事中にすることがないですって。メロンパン、そうだよね。模様替えは後でいいや、結構伸ばしてるけど後でいいやって言いながら。こんにちは。掃除機も確かにかける。そうね、ベッドを動かして。そうですね、結構でも 3,40 分でできます、模様替え。ベッドが重たいんですよ、本当に。超分厚いベッドだから重たい。重たい、ソファーも重たい。持ち上がらんから床を気をつけないように引っ張るとか転がすしかないんです。こんにちは。会社お休み、いいですね月曜日。
今日ガムテープ使ってないです。でもまあそんな広い部屋じゃないから押したらなんとかなるぐらいの距離なんで全然余裕です。だベッドの位置はここが安定してるんですよね。何回も変えたんですけど落ち着かなくて結局ここに、なんかなんとか枕とかあるじゃないですか、北枕みたいな、そういうのを意識すべきか、意識するんだったら変えない方がいいんですけど。夏のこだわりはあのニトリの N クールを使ってます。超冷たいです。方向を気にし、まあ、気にしてないけど、あの無意識にあのいい方向になってるんですよ今。だからこれを変えようとしたら悪い方向になる。ベッドの足にフェルトじゃないけどなんかついてるよ、100均で買った透明の四角いやつ。枕気にしないですか？悪くない説ある。へえ。調べたら今はちゃんといい方向になってるけど、模様替えをして位置を変えたら悪い方向になっちゃう。だからどうしようとは思いますけど、まああんま気にしなくていいような気もしますね。50分、そうですね、そろそろ終わろうかな。40分ぐらい喋りました。本日は大丈夫でしょ。大丈夫よね。まあそりゃそんなんないです。まあ模様替えはぼちぼち今週中にはしたいです。ちょっと新しくねソファー買ったんで、北枕にしないように、北を避けたらいいのかな、南か西か。それでは終わります。壇上を読みます。13位アキアンさん、12位ポンさん、11位ダルマルマンさん、10位おいもちゃん、9位モノさん、8位ヤスルパンさん、7位リカさん、6位ダイダイさん、5位ルイルイさん、4位青キジさん、3位ウニさん、2位もっと大量に育成せねばもやし、1位そこの人、ありがとうございました。枕のそばに、違う、窓のそばに枕元があるのが良くない？へえ。でも模様替えしたら窓の横になります。窓っていうかウィンクして、はい、ベランダっていうか洗濯干すベランダかな、ベランダの前、カーテンがこうあってベッドがこうあるようになります。カーテンに平行に。だからまあ外に出づらいという点もあります。アイコンにビット君いなくて探すの、アイコン遮光カーテンです。だからきっちり閉めたら暗いです、昼間でも。遮光カーテン、そうそう、今は半空きです。今はベランダ2人じゃないけど、動かしたらベランダとベッドこうなります。だからこの隙間を通って出るって感じ。へえ、ミッド君がいなかったんだ。そうなんだ、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ終わります。夜もまあ10時か10時半か、その辺には。部屋に小窓どうでしょう。それでは終わります。また夜やります。10時か10時半ぐらいです、多分。こんばんはじゃないです。こんにちは。それではありがとうございました。終わりです。お休みじゃないです、夜じゃないです。夜という錯覚が起きます、私が配信すると。それでは、あ、私が昼寝するってこと？
疲れ様でした。私はレッスンです。